小池淳、38歳です。薬科大学で研究者として働く医学博士の小池淳さん。研究はマクロファージという、免疫系の細胞の研究をしてまして、そのマクロファージの機能をこう調節するようなことができればいろいろな疾患の治療につながるんじゃないかと思いまして。平日は高槻駅から大学まで往復10キロの通勤だ。やっぱ研究ってこう地味なんですけれども結構体力も使うんですね。ですんでその走ることで体力もつけて、走ってる時にこう思ったことで、あ、次この実験してみようとかこの研究してみようとかっていうのはありますね。やっぱり夢は大きく持ちたいなと思いまして、それでそのノーベル賞を取りたい。すごくハードルは高いですけれども、やっぱり研究するからにはそこを目指したいなと思って頑張ってます。